の有明で行われた憲法集会、皆さん行かれました？ね、あ、ここにもたくさんいらっしゃいますが、2万5000人も集まって、憲法を守れという集会が、ね、行われました。本当に改悪されることを気にしている、危惧している人がこんなにたくさんいるんだなっていうふうに私もとっても勇気をもらいました。私事ではありますが、うちの母は91歳になります。で、戦争をやっぱり経験してきたので、ことあるごとに戦争だけは絶対ダメよ、ダメよって何度もね言われました。だからもうこういうだから活動を押してます。はい、じゃあ短くします。では次、約束の歌とやがて来る日に、憲法がいつまでも輝くように、2曲続けて歌います。輝く
暮らしに憲法を生かそう。 Yeah.